皆さん、こんにちは。タッチアンダンサー、ギャバンです。えー、一個前にですね、えー、動画を見返す際に、えー、無音にしてみると、音を切ってみるとですね、え、うまいダンサーさんは、ちゃんとリズム通り踊れてますよ。そうじゃない方、もしくは、まだ曲をつかめてない方っていうのは、一定のリズムで踊れてませんよ。っていうお話をさせていただきました。その引き続き動画撮っておりますけれども、えー、まあ今回はですね、まあちょっとこう、指導に関してのお話ですけれども、まあ少し前にね、なぜベストを尽くさないのか、 という動画も出させていただきました。うーんと、だから、その、なんていうんですかね、ダンスの指導であったりとか、あとは学校の勉強、スポーツ、習い事、すべてそうなんですけれども、えー、まあ、お父さんに言われてやってます。お母さんに言われてやってます。学校の先生がこれ読めって言う,言うから、ね、他の、 自分以外の周りから原因というか理由をもらってそれに取り組むことってあると思うんですけれどもでも結局のところその責任というか例えばダンスを3年間習いましたねそれは別に自分がやりたいんじゃなくて親がやれって言ったからだったとしてもあのせっかく3年間時間取られてやるんだったらあの真剣にやった方が後でダンスが上手いって宝が自分に残るわけですから これはお母さんのためでもお父さんのためでも先生のためでもなくて自分のために何かをやるっていう意識はすごい大事なんじゃないかなと思います。もちろんやり、本当にやりたくないんだったら、あの、ご家族でね、話し合ったりとか、えー、まあ、あとは大人になったらね、あの、やめればいいだけの話ですけれども、まあ、選択の一つのポイントとしてね、えー、ただ、どうせやるんであれば、例えばですけど、6年間も義務教育ね、小学校6年間義務教育なわけです。 あの、行きたいとか行きたくないに関わらず、6年間は学校行ってね、言われるわけです。であれば、どうせ6年間行くんだったら、楽しんだもん勝ちですし、勉強したもん勝ちですし、何かサークル部活クラブ、打ち込んだもん勝ちだと思います。だから逆に言うと、自分でその中でね、どれだけ宝をゲットできるかっていうところが大事になってくるかなと思います。これも前の動画で言いました、あの、見えないコインを集めるんだよっていう話をしましたけれども、 コインなんか集めなくてもいいんです。えー、と、たくさん取りたかったら取ったらいいし、もう1枚も取りたくねえんだってもんだったら取らなくてもいいんですけれども、その代わり、えー、例えば1年間で100枚コインを集めた人もいれば、例えばもう取りたくない0枚。差がついちゃってます。ね。だからこれを、あのー、後から取り返すっていうのは非常に大変になりますんで、えー、特にね、えー、競技とか、 えー、他の人と比べるようなことをやってる、まあ習い事とか、まあダンスでもいいんですけれども、やってる方であればね、どうせやるんであれば、誰よりも上手くなりたいとか、えー、大会で賞を取りたいとか、えー、先生よりも上手くなってやろうとか、っていう欲張る気持ちはね、ぜひなくさないでいただきたいなと思いますし、えー、まあ今回はコインじゃなくて、ボールっていうことで言わせていただきますけれども、先生とか、えー、親御さん、 もしくは、何すか、えー、仲間から、えー、様々なボールをもらうと思います。こここうやった方がいいよ。んなんかここがうまくいってないねとか、うん、逆にうまくいってる、うまくなったよとかね、ここがいいねとか、っていうプラスのこともマイナスのことも、えー、いろんなボールが飛んでくると思うんですけども、それを取るか取らないかっていうところが非常に重要になってくるかなと思います。今日も、 花巻選手,と選手とのね、練習の中でちょっと例え話させていただいたのは、結局のところ最終的にはね、あのー、玉入れと一緒です。運動会の玉入れと一緒で、最後、1、2、3、ね、レッスンの終わりでもいいです。1年の終わりでもいいです。ダンスやめる時でもいいです。えー、まあ、結果発表があるわけです。 結果発表があった時に、同じ年数やったとしても、100個ボールを拾った子もいれば、5個しか拾わなかった子もいる。これはね、本当に大きなあの差として出てくると思いますよ。で、やっぱり100個拾った子っていうのは、ダンスが上手いっていう、一つ大きなね、ボールもゲットできますし、それだけじゃなくてね、何か一つのことにね、打ち込んだとか、何かその、自分なりに改善を図ったとか、先生の言われたことをすぐ反応したとか、 っていうね、あのー、単純にダンスだけをやったっていうこと以外の宝物っていうのを実はたくさんゲットしてるんですね。だからそういう意味では、あの、玉入れだと思ってください。えー、たくさん最終的にね、あのー、例えばですけど自分だとしたらギャバン組が優勝するためには、1、2、他の組の子たちよりもたくさんボールをキープしてないといけないわけです。ね。ってなったら、 えー、生徒、先生からね、投げられたボールは確実にゲットしなくちゃいけないですし、僕が今、生徒様に求めてるのは、自分で自分のことをジャッジできるようになる。えー、自分でいい踊りって何だろう。お手本に近づくためにどうしたらいいんだろう。自分自身で考えられるようになる。生徒様を養成したいなと思っています。これどういうことかっていうと、投げられた球をただ取れるだけじゃなくて、自分でボールを生み出すことができるっていうことなんですね。これ最強です。 ね、他の人にボールちょうだいって言わなくてもいいんです。自分でボールを生み出せるんです。うんぱ生み出せるんです。こうなったらもう最強です。で、今ね、活躍してらっしゃる、もしくは賞をたくさん取ってらっしゃる、えー、有名なダンサーさん、若い方でもそうです。っていうのは、これができてます。だから早くそっち組に、えー、移行していただきたいな。僕なんてまだまだですけれども、えー、早くね、気づいたもん勝ちですから、人生は。 えなので早くたくさんボールを取れる選手そして最終的には自分でボールを作り出せる選手になってもらえればスポーツだろうが習い事だろうが勉強だろうがえ思った以上に先生が思った以上に親御様が思った以上に自分でも思ってる以上に成長が見込めるんじゃないかなと思いますのでぼーっとしているともう2022年ももう終わりです。 えー、僕的にはそんなに早いなとは思いませんでした。それなりにいろいろやってきたので、えー、無駄な時間を過ごしたなとか、もうあっという間に終わっちゃったなっていう感覚はありません。2023年もね、充実して何か、こう、なんていうんですかね、自分なりにこうボールをね、えー、残して。で、この YouTube の動画っていうのは僕の中でどういう位置づけかっていうとですね、ボールを置いておきますよ。生徒様だろうが、まあ関係ない方でもいいんです。何か、その、まあ、 何ですかね炭素の上達方法とかあに関してねなんかどっかにボール落ちてないかなっていう探してらっしゃる方がいた時にあのまあまあ大した話じゃないですけど僕なりにその何かねあのレッスンに来ないと教えませんよなんて僕はそういうつもりないのでもう道端にボールを置いておきます僕のチャンネルにボールを置いておくので、えー、忘れちゃったらいつでも見に帰ってきて、えー、もらえれば、えー、何かの動画をクリックしてもらえればこんなようなことを 同じようなことでもね、違う角度とか、例え話を変えたりとかしながら、えー、発信してますので、えー、ぜひね、卒業された生徒様、もしくは、えー、しばらくぶりにね、覗きに来る生徒様でもいいと思いますし、今、ボールを探している方はね、ぜひ、えー、たくさんのボールが落ちてますので、えー、ぜひ探しに来ていただきたいなというふうに考えております。今回は、えー、ダンスの上達に関して、もうダンス以外もですね、含めてですけれども、えー、とにかく先生とか、 あとは教科書とか本の中にもたくさんボール落ちてますけれども、いかにたくさん集められるか。ね。玉入れの集計の時にいかにたくさんボールを数えられるか。っていうのはすごく人生の中で役に立つことでありますので、えー、先生とか親御さんが言ってることをバジトーフにならないように聞いておく。そして実践する。っていうことは非常に重要かなと思いますので、えー、今後もですね、えー、よろしくお願いします。タイシアンダー,ー,ーンでした。ありがとうございました。 何